舞鶴公園福岡城下の橋大手門、福岡藩領域図福岡藩は、江戸時代に畜前国のほぼ全域を領有した大藩。畜前藩とも呼ばれる。藩主が黒田氏であったことから、黒田藩という俗称もある。藩長は福岡城に置かれた。歴代藩主は戸山大名の黒田氏。師藩として、秋月藩、また一時、東連寺藩があった。 慶長5年関ヶ原の戦いの功により、筑前の一部を領有していた小早川秀明が美前国岡山藩に違法となった。代わって武前国中津藩主の黒田長政が同じく関ヶ原の先行により、筑前一国一円五十二万三千余石の大砲を与えられたことにより、当藩が成立した国主本国持ちの大名家である二代。 忠だ公の歴代藩主に松平の名字と将軍実名一字を授与された。江戸城内の石寺は大広間松の間、九代、蔡隆以降、大老下城の部屋、松平築前主黒岳として幕末に至る。江戸幕府より佐賀藩と一年交代で幕府領である長崎の警備を命じられていた。築前入府当初の居城は小早川氏と同じ戦国武将。 立花秋都氏が築城した鳴島城であったが、手狭であり、交通にも不便であったため、慶長6年から慶長11年までの約6年をかけて、新たに広大な城郭、福岡城を築城した。同時に領内において、船下である細川家を警戒し、福岡藩と小倉藩の藩境に築前六誕城を築き、黒田八虎で筆頭重心の栗山俊康。 井上のふさをはじめとする家臣らが上主となる。なお、長政は失素倹約を胸とする、父の藩祖、黒田上水の教えにより、藩内には豪壮な別邸屋敷、大名庭園などは、築呈しなかった。黒田家は六大半数次高ぎだが、隠居屋敷、隙屋庭園の優先邸を混流した程度である。二代、忠幸は、父、長政の遺言により、弟の長公に、 筑前秋月藩五万国、後世に筑前能型藩四万国を分置した。これにより国高は四十三万三千余石となった。忠だの時代には黒田騒動と呼ばれるお家騒動が起きた。三代、三つは藩寿、貝原駅県に命じて黒田家政氏の黒田家府を編纂させた。それまでの保守的な重心を遠ざけて、 新山の鎌田正勝や立花実るさんをかろうとして、新たに登用し、藩主の序列統制や幕末まで続く、福岡藩の政治体制を整えたと言える。四代、綱政は、東連次藩主から、福岡藩主となった。第二の黒田騒動と呼ばれるお家騒動が起きる。五代、信政は、生来病がちであり領地蓄前に、なかなか入ることができず、叔父ののう藩主。 黒田長清が代理として、反政を助けた。六代、継高は、能型藩より、本藩の養子師となったため、能型藩は、廃藩となった。このため、所領四万国は、福岡藩に還付され、国高は四十七万三千余石となり、廃藩地検までこれが、表高となった。藩祖、吉高の血統としては、最後の藩主。七代、春雪は、 五三郷、一橋徳川家からの婿養子で、八代将軍、徳川義宗の孫にあたる。養父の継高は、黒田はじめ門、重臣たちと協議の上、福岡藩の永続を優先に考え、徳川家から養子を迎えた。八代、お高は、婿養子として、多度津藩、京国市から迎えたが創生し、妻子もなく一代限りの藩主であった。九代、埼高氏は、 御三郷、一橋徳川家からの向こう用十一大将軍、徳川家成は、道母で実刑である。天明四年に、周遊館、関東館の犯行二行を起こした。そのうち周遊館は、福岡県立周遊館高等学校として、現在も福岡県教育の主導的地位を誇っている。十代、成木は、江戸時代後期、乱壁大名として、世に知られ、 以前、比善長崎の黒田や屋敷に何度も往来して、見聞を広げている。十一代、長広は、薩摩藩、島津氏からの養鶏師。性質は、成木予測女、純姫。父や養父と同じく、乱壁大名であった。十二代、長近は、伊説藩、東道氏からの養鶏師。農学を好み、多くの農学師たちを支援した。最後の築前福岡藩藩主。 初代福岡地藩事となった。幕末には、慶応元年当初、第一次長州政党中止の終戦に奔走した、筑前金納党を主とする金納派が主力を占めた。金納派は同時に三条耳ら五教を説得して、太宰府に移したことで、尊能上位の夕飯の一角とされるようになったが、そのことを藩主である黒田長広が幕府に攻められていた。 さらに犬鳴き谷に建設されていた犬鳴き御別館が藩主を遊兵するためのものと噂され、無本の疑いがかけられた。そして幕府が第二次長州政党を決定した結果、勤農派の終戦は否定され、反論が砂漠に傾いた。勤農派の多くが逮捕され、過労、加藤師匠、はじめ7名が切腹、月形先蔵ら14名が斬首 野村望む東にいら15名が流刑となった、木野投氏の獄により、筑前金納党は壊滅した。その後、慶応4年再び金納派の巻き返しがあり反論は、金納に転向と目まぐるしく変転した。明治3年、北県知事、松方正義が福岡藩市による大乗観察眼蔵事件を告発。その後の明治政府の調査の結果、 松方の告発が事実で、福岡藩主農部も関与していた事実が判明した。このため、明治4年7月2日、12代、長近は地藩寺を解任、公認には、黒岳と縁のある、有栖川の宮たる人新郎が就任したが、廃藩地県までの12日間に過ぎなかった。とはいえ、地藩寺は、 江戸時代の藩主と同様に世襲が認められていたことから、着難が地藩児を告げない事態は、江戸時代の海域に匹敵する厳罰であり、事実上の廃藩と言われている。この際、見せしめとして事件に関わった最高幹部である、大三児、立花雅美、矢野安夫、県大三児、小川愛志郎、小三児、徳永織目、三住電波八の5名が、実行犯として処刑され、 10人以上が平門やイ罪などにされている。長近一族は福岡を離れ東京に移住した。その後、廃藩地権により福岡県となった。この事件で名前を挙げた松方正義は明治新政府で出世の道をつかんだ。明治17年、長近の子である黒田朝鮮は新政府の家族令により公爵を除爵し家族に列した。 明治時代中頃から始まった福岡氏族、江島萌一による福岡藩の記録編纂にあたり江島は高杉新作について故郷長州でもまだまとまった電気が出されていなかった明治26年に高杉新作伝入築始末を表し東京の出版社から世に出して新作伝の第一号となっている明治時代末期から大正時代に近代化の達成が意識されると 藩が明治維新にいかに貢献したかの観点が重視された。編産事業は江島から長野誠に引き継がれ、福岡藩は成長開閉、後競創芸、薩長和解といった福岡藩の果たした役割を維新起源として強調している。戦前の教育においては勤労志士が賛美され、長広など藩主はまいと懸念された。 戸山五十二万三千、余席四十三万三千、余席四十七万三千、与石、長政、忠之、三之、綱政、信政、次高、春行治高、蔡高しなりきよ、長広、長地、雷上上、黒岳は、荒木村重の家臣であった、加藤茂徳の次男、黒田一世を襲とする。一世イコール一人マイナス一貫、和春イコール一里一世一強イコール龍、伊佐イコール清さだ。 広瀬生イコール、和美イコール、和夫イコール一義信吾は、黒だ筆頭家臣として、黒田和義が男爵となり、家族に列した。野村幸政、幸直、助高、幸郎、助春、は、黒田信正の家老。妻の鶴子との愛の子に、黒田長狭がいる。加藤義成有岡城の戦いで捕らえられた。半祖、黒田義隆の世話をした。 加藤茂徳の功績により、主君、小西幸長亡き後、福岡藩に迎え入れられ、すでに隠居していた茂徳に代わり着難の吉成が、中老職に劣せられた。吉成、茂忠イコール、重成イコール重名を、茂方、十部、いよいよ中、徳林、徳有イコール、徳造イコール徳政イコール特攻、明治一新後に、鎌�二十村、尻部四国区運軍、 奥尻軍が加わった。明治初期に外務象徴者として使われていた頃の福岡藩、江戸屋敷、村川公平、日本近世武家政権論近代文芸者、2000年。反対側の佐賀藩との反境会には何の対策も取られていない。高杉新作を歩く一坂太郎、P69, 福岡県の幕末維新 37P、竜武田だ。 黒が長広後がきより、慶長へどうず、完成20年にへどぜず。ありがとうございます。